こんばんは、ドーパルフィンチャンネルです。いつも見てくれてありがとう。本当に、見てくれてる人がいるとね、頑張ろうという気になります。で、嬉しくて頑張れてます。本当にありがとうございます。で、今日は、またですね、トークセッションをちょっとお送りしようと思ってですね、こんなの撮ってるんですけど、前回ゲストで来てくれた、漫画家の山田レイジ、レイちゃんですね、ずいぶんコメントもらったり、もっと話聞きたいって声をね、いただいたんですよ。すごい好評でね。で、もっと話を聞きたいっていうのも、やっぱり前回は僕らがですね、ゲストをお迎えしてお話を聞かなくちゃいけない立場なのに、こういうものもちろん取り慣れてはいないので、れいちゃんめちゃくちゃ気使ってくれたんだが、もうどっちがゲストやねんみたいな話をね、回して僕らにいろいろ質問をしてくれて、それでなんとか成り立った収録でした。はい情けない話なんですけど、でそれはもうちょっと反省があったので、今回は僕がですね、ちゃんとれいちゃんの話を引き出す側に、なんなきゃいけないっていうことで、話聞き出せたと思うんですよね、うん。で、今日のタイトルは、絶望に聞く対談っていうことなんですけど、絶望に聞くって何ということなんですけど、これですよ、これ。ここ絶望、書いてある。絶望に聞く薬。こっちもね、絶望に聞く薬。これ何かっていうと、れいちゃんが書いてる、書いてたその漫画のね、この表紙なんですけど、各界のいろんな人に会いに行って、読み切りの漫画にして、連載するっていうことをやってたんですよね。で、それこそ本当ジャンル関係なく、ミュージシャンから何からもういろんな人に会いに行くんですけど、そんでお話をした中でなんか言葉をもらって帰ってくるということで、その言葉がね、みんな その絶望した時 その薬になればっていうような、そのタイトルになってるんですよね。漫画の中にはね、書かれてないようなちょっとした裏話みたいのも、トークならではでね、引き出せたんじゃないかなと思うので、ぜひ聞いてみてください。どうぞ。指でか。もう対談ニストだよ。対談ニストで自信があるよ。うん、漫画家じゃ一番じゃない。あ、でもそうだよね。うん、実際、俺知ってる中でも、もう加藤登紀子さんとか、すごいとこ対談するじゃん。今の清志郎とか。ね、名前だけ考えても、もうすごい対談ニストなんですよ。対談ニストですよ。俺ジョージ・ルーカスと対談してるから。ジョージ・ルーカス？そう、オリバー・ストーンもジョージ・ルーカスも対談してるの。そう、リュック・ベンソンも。で、対談してるし。ちょっと小野陽子さんやってるんで。そう、小野陽子さん。極めつけだと思うね。ダコタハウス、いまだに住んでんのね。そう、ジョンと一緒に住んでたアパートに。そう、ジョンだね、ここでね、って言うの。そのジョンと暮らしてた部屋に今でも住んでて、アパートメント、大きいとこだろうけど、でジョンの行った時、俺キッチンで話したんだよ。そうなの。白いピアノあったし。何の話した覚えてるっていうか、陽子さんのファッションショーが始まって、ちょっと待って、そこで陽子さん最高なんだよ。だから陽子さん、取材用で漫画の作画の取材資料として写真撮っていいですかって雑誌載せますって言って、俺がデジカメ出したら、ちょっと待ってちょうだいっつって、サングラス5、6個と着替えとバーッと持ってきて、次はこれフォトセッション、フォトセッション、陽子さんいいっすね、かわいいっすね対談しに行ってフォトセッション始まっちゃって、フォトセッション、俺だからマジか、俺今ダコタハウスで小野陽子とフォトセッションしてるって、こんなことが自分の人生に起こると思わなかったな。イマジン。白いピアノあって。へぇ、ほんとに。それね、もうなんかね、もう、すごすぎて。俺も今思ってもすごい。わけわかんない。今でも、だから、お前に話したことあると思うけど、そのキッチンで話してて、で、キッチンの、その、なんだっけ、高く、その食器入れる棚があってさ、その棚の上にさ、福助が置いてあるんだけど、福助が、福助の置物があるんだけど、パッと見て、これ絶対サージェントペーパーのやつ、陽子さん、あれジャケットのやつ、そう、陽子さん、あれもしかしてサージェントペーパーの、そうよって、そうよ、来た、本物の、それはそうだって、本物の陽子がいて、本物のそのジョン・レノンの部屋なんだから、
その雑草なもの福助あったらおかしくない。それさ、うん、だからさ、サージェント・ペッパーっつったらさ、うん、もうその音楽界でね、そうだよ、ビートルズのレジェンドなんてもんじゃない、もうトップ遺作であり、もう名作であり、そう伝説の、そうあれってさ、遠い世界でずっとあったわけじゃん、レジェンドってさ、そうギター弾いてさ、ジョンの魂を言ってて、そうまさか、うん、その福助があるキッチンで、お前こと対談するとかって全然そんな想像してないことが起きてるよね。だからさ、陽子さんの取材をその落とした佐藤ヒューがすごい。まあそうだね、うん、すごいな。しなんていけないとね、達筆作戦っていうのがあって、あいつの、うん、もう手なつかな筆で草書に近いやつで、うん、達筆のそのオファーの手紙を丁寧に書く、うん、あいつがお願いしますって。そうそれ来ちゃったらちょっと考えちゃうよね。それで参考本と一緒に、うん、あの雑誌と一緒に送って、陽子さんが、これいいかもしれないよね、つって、出ればよ、つって、マネージャーに言ってくれたって、やったぞ、出るよ、つって。そういうあれだったね。送って、まあ返事来ないかもしれないけど、つったら向こうからちゃんとオファー来て、うん、でも漫画、普通さ、漫画家っつったってさ、あんまりそんなミュージシャンとかさ、うん、そういう、それこそ、ね、芸術家とかさ、うん、そのあの関係ないっちゃ関係ないじゃん、漫画とね。そうなんだよ。そこがさ、うん、対談っていうなんつうの、うん、その装置というか、うん、でそう繋がったわけよね、うん、清志郎さんも清志郎さん、うん、そう清志郎と一緒にさ大使館なんだけど下品館の前でさ、うん、グラビア撮ったもん俺一緒にごめんよくわかんない、グラビアでヤングサンデーでまあパブだよな、清志郎のアルバムが出ると、うん、だからレコード会社から、うんまあ、うちの取材してくんないかみたいなことで、うんまあ、話を取ったわけだよ、うん、で、はいはい、清志郎がグラビアに出ると、うん、で、まあ、あのフォトセッションするわけですよ、はいはい、で、ここはもうレイちゃん行くしかねえんじゃんっつって、うん、漫画家誰か行、ね、けっつって、うん、で、まあ俺がまあ大体そうなるわね、そう、行きますっつって、で、清志郎と対談できるからそしたら、絶望に効く薬、清志郎対談スペシャル、うんはいはい、でグラビアになって、だからその撮影から始まるわけで、だから清志郎さんが、今日よろしくお願いしますのところから、もうあのいきなり迎賓館の前で清志郎と写真撮るところからスタートするわけだよ。何じゃねえんだよ。ガッチガチだよ、もう。参るね。緊張して。あの、ビートルズではどんな曲が好きですかとくだらないこと聞いちゃって。うん、ガールがいいですね、とか言って。ガールだ。この間、京志郎さんの話をやったでしょ、はい、あ、そう、ディスカブリーでやってるよ、うん、まだ俺、ちょい見せ、はい、あれでも話してるから、うん、あ、そういうことで、そうそうそれもちょっとガチで見る、うん、そう、その辺の話してるよ、うん、あー、うん、ミュージシャンと、ま、漫画のその対談でさ、うんうん、え、あとミュージシャンっつったら、え、誰、あれ、レミー・クラヴィッツ、うん、あ、レニー・クラヴィッツね。レニー・クラヴィッツはでもね、もうろくでもなかったよ。あんま言えないっすね。あ、まあ、はい、言えない。いろいろあった時期なんで。いろいろあった時期は、ね。ミュージシャンも多分だいぶ、おときさんとだから清志郎ぐらいかな、有名。ミュージシャン以外は？え？スポーツ選手もそうだし。スポーツ選手やってたよね。うん、だいぶやってな、あの、なんか、ロッテのバレンタイン監督とか、はい、あとは、まあ、サッカーのさ、ジョーとか。あ、あと中村俊輔、はいはいはい、うん、中村俊輔、うん、すごいなんかリフティングめっちゃやってくれた、リフティング、あ、そう、あ、リフティング結構サービス精神あるんだね、うん、あの撮影もあったんだけど、うん、すごいすごいちゃんとやってくれたし、うん、まあまあまあ、まあ、そういう思い出もあるね、宇宙開発事業団の、あ、言ってる、JAXA にも言ってる、 JAXA の人と対談しなかった、うん、言ってる、俺も言ってる、俺なんかロケット工業の人、それな、そのなんか対談出た時に、うん、もうなんつうその、うん、ジャンルの広さに受けちゃって、俺も受けるよ。だってホストとかの話も聞いてるじゃん俺。ホストとか、あと職人さんのね、うん、だからそのなんか差し物職人とか、うん、ああいったその江戸のなんだっけな、うん、まあ、人形師とか、あやつ人形とか、うん、人とか、あとウクレレ作る職人さんとか、うん、ああいうところから、うん、まあ、なんだろう、はるか遠いよね、その、もう関係ないもんね、いわゆるその、うん、だけど、その共通点っていうのが、うん、そのやっぱ絶望に効く薬っていう連載だから、うん、まあ、いろんなジャンルのいろんな人が生きてて、やっぱりそれは絶望も、それはね、生きてりゃ
ありますよっていうとこなんだよね。まあ、なんかヒーローインタビューみたいなもんよ、行くのは。だから、うん、あの今の時代充実して生きている人にどうやったら幸せになれるか教えていただけませんでしょうかって俺が言ってる時点で、もうあんたの人生最高ですよねって俺は言ってるわけだから、うんうんうん、でもそれはセレクトする段階で俺はそう思って言ってるから、うんうんうん、まあ大体間違いはない、嘘じゃないから。まあだから、うん、そういう人たちにも聞いてみたいこととかこう代表で言ってるみたいなところあるよね。そうだね、いろんなそのところにね。あ、好奇心は旺盛じゃない基本的に、ね、まあそう、あの好奇心あの旺盛にも程があるけどそれもそう、まあまあすごい、ね、だからあのサーファーのプロの人に話聞いた時ね、千葉のうん、そう あったね、そう、それはデビット木下と話したらデビットがすごくいい人で、うん、教えてよみたいな感じで軽いノリで言ったら、あいつすごいいいやつだから、うん、いつ来ますってなっちゃって、もう真剣な話だね、行っていいのっつって、うん、あの駅向かいに行きますよ。彼にサーフィン教えてもらうとかってすごいことだよ、ね、大体行かれてるよね、うん、そう、まあ、で一緒にさ海見ながらさ、そのめ定食食える店行ってさ、いつもデビッドがいるところに行ってさ一緒にあんだけなアジの定食なんかさ食いながらさ海見てんだよ、これデビッドと。アジ取れるからね、まあ、めっちゃ面白いなと思って、それで、うん、あのロングボードでいいっすかって言うから全然何でもいいよっつって、うん、だからあとビーチ行くじゃん、うん、そうするともうデビットが来ると目立つんで、でかいしプロだし、うん、みんな「あデビット今日来てんさ」みたいになってるわけだよ、うん、俺が一緒なんできないのにできないついてって、デビットの本物のプロが使ってるボードでいきなり乗るみたいな、うん、まあロングだからね、ロング乗りやすいっす、うん、安定してるから、そうそう、それ面白かった、やばいね、でもさで習慣でやってたでしょ、そう、それさ、うん、でも次から次へといろんな人にさ会って、うんうん、その話するのに、うん、その人のさいろんなこととかやっぱある程度こっちはさ、うん、知らないで行くわけにいかないじゃん、そう、ま、毎週いろんな人の勉強していかなきゃいけないって、ね、小説家が大変、小説家読めないよ1週間じゃ、あこの人の小説を過去の作品を読んでないで行くわけにいかないもんね、読んだらその読んだ小説の話しかできないじゃん、大変、ただもう本当にウィキペディで救われてる、あまあまあそれはねずるいよね、まあ、だからそれはしょうがない、ただもうそこも正直に、うん、すいません、あのウィキペディにこれ書いてあったんですけど本当ですかって確認するんだよ、確認ももうこれはもう俺何にも嘘ついてない、俺はウィキペディ見てます、うん、であと確認してますで本人目の前にいます、うん、ああそこはね本当はねって言ってリアルな情報もらえます、さらに持ってる、だから本当本人から聞いたリアルな情報を使って、うん、ヤンさんその漫画を描くっていうんで、うん、もうこれは別に全然悪くなかったし、うん、描けないことも聞いちゃったりするよね、あそれはむちゃくちゃあるよ、あるよね、うんうん、それはそれテープ起こしが一番面白い、ああ、うん、すげえ、あとは終わった後の話が一番やばい、終わった後の話2時間ぐらい話すじゃん、うん、仲良くなってんじゃん、うん、でテープ飛びますって、うん、そっからもう一番面白い話が始まっちゃう、やばいとこ来る、そうなんかでも分かる気がする、2回戦もある、あそう、山さんちょっと飲み行きましょうよってなったりすることもあるじゃん、うん、そうそこでの話はもう一番やばい話で、うん、マジですかみたいな、すっごい仲良くなる、まあ、書けないけどねそう、もうカウンセリング、うん、あこの人話聞いてくれるし否定しないなって向こうが心開いてくれたらもうこっちもそこまでいけるっていうか、うん、仲良くなれるし、うん、友達になっちゃったりして、なるほどね、そうそうそう、でなんか、うん、俺さレイちゃんの漫画を手伝ってた時期あったじゃない、ああでその時は、うん、その対談の話じゃなく、そうな、ね、あの、うん、まあ話俺最初に行った時、うん、手伝いに行った時に、うん、B バージンの8巻、うん、ああもう8巻か、8巻だったのね、うん、でその後ね、ゴルパンとかさ、そうな、ね、ゴルパンさつまでないろいろやって、うん、なんかペースかやって、うん、ペースかやってで最後一緒にやったのは、うん、多分ゼブラマン、ゼブラマンの背景を、ね、手伝って、うんうん、もうドラが来た、あそう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 、うんうん、ダロメオン、そうダロメオンっていうの、なんかダロメオンとしてなんか名を上げちゃったあいつ、ドラはドラちゃんとか思うんだけど、ドラはドラだろうねやろうって、うんうん、変わってないけどね、あの悪いことしたら前いい感じだね、いい子だよでも今、あもうまあそうだよね、なんか、うん、あなるほどね、うん、でえそれ、うん、毎週人に会いに行って話をするじゃない、うん、すごいその、うん、
次の週の人の勉強もしながら、うん、作画して、うん、それが雑誌に原稿を上げて、うんうんうん、乗るまでってやるでしょ。結構きつくね、物理的にっていうか。そのなんか一番きつかったのは2004年なんだけど、うん、あの時は絶望に効く薬とゼブラマンの2本、うん、週刊連載2本だったんだよ、うん、それだけど、あの年お前と一緒にセドナ行ってるし、あの時か屋久島も行ってんの俺、なんでそんなエネルギッシュでやってたって。だから人間、うん、わけわかんないよね、そのターボかかっちゃうと、うん、できちゃうんだよ。まあそうなんだね、うん、3時間でネームできちゃったりとかしてたから、うん、あの時追い込まれてるからね、特にね。あでもなんか一緒にセドナで、うん、あの砂漠でタランチュラがいたとか、タランチュラがいた砂漠、ね、とかさ、アリゾナの岩の山のてっぺん行ったりとか、あの時に、うん、なんか別に、うん、もうなんか疲れてる感なんか全くないし、なかったな、もうガンガンだったよね、多分人生で一番充実してる時期。あ、ほんと、うん、超元気だったよね。まあきつかったけど、でも、うん、覚醒剤でもやってたあれ多分やってたら1年もたないまあまあそうだ、ね、死んでるし、通報されてると思う、ね、インタビューの最中に明らかに挙動がおかしいんですって言われてると思うけど、ね、だやっぱりさ、そのなんかそのターボかかってるって今言ってたけど、うん、なんかこう分泌してるっていうか、うん、まあそういう状態でガーッ回してた時期っていうのがすごいあるじゃない、うん、今はどう。だから2004年ぐらいだよね、それ。そうそう、おかげで、うん、その時に時短テクニックが身についてるんだよ。なるほどね。 あとそのなんかマルチタスクも効いてる、うん、同時にいくつかのことができるような、うん、その技が身についてて、うん、あと何時間で上げるっていうのもできるようになってるし、うん、辻褄合わせてこの時間までに終わらせるともできる。その見積もりが上手くなってくるっていうのもあるんだね。あるね。あとはまあ3日前に終わらせるっていうふうにすれば、うん、精神的なプレッシャーもないから、締め切りはもうギリギリじゃなくて3日前に設定した締め切りに絶対にやるっていう。週刊連載ずっとやってたじゃない、うん、ね、うん、で普通さ、うん、週刊連載の、まあ、あんだけ原稿をね、うん、ネームから話作りから始めて、うん、よく書いてたじゃん、うん、自由帳のにさ、もうパッパッて線引いて丸と、うん、なネームか、うん、名前あ丸書いてセリフだけとかでもう悩んでからして、もう頭おかしくなるぐらい悩んでやってやって、うん、で原稿作画入って下書きやって、俺は手伝いに行った時には、うん、もう下書きできてて、うん、っていうのが一、うん、回もそれ外したことなかったじゃん。そうなんだよ、うん、それってさ、すごいよね、うん、割とさ、もう原稿今回間に合いませんでしたみたいな漫画家なんていくらでもいるでしょ、うん、2人と2通りいて、うん、あの完璧主義者で納得いかなくて遅れる人と、うん、やらない人、どっちか。やらない人だからエンジンかかんないで、うん、今日は無理かもって言って、あ、もうやらない、飲み行っちゃうってなって先送りにする人の2通りのパターンがいるんだけど、俺の場合はあの間に合わないっていうのが一番嫌いなんだよね。あ、まあもうやだよ、プレッシャーで、うんうん、だって迷惑かけるじゃん。あ、そうそう、ね、後々に、うん、そしたらじゃあ逆算していついつまでにネームができなきゃいけないなって、うん、じゃあネームどれぐらいの時間かけられるかっていうところで、うん、まあ、できればさ2日は欲しいと、うん、っていう感じで、うん、まあ、時間取ってで、まあ、うん、アシスタントが来て下書きができてなかったら、うん、あの何もさせることがないっていうか、うん、意味ない時間になっちゃうじゃん。そうそう、ね、だから手が遊んじゃうもん、ね、みんな来た時に仕事これやってって回せるところまでやんなきゃいけないから、うん、もう割と前の人、自分が設定してる締め切りだよね、締め切り、その前の人を午前中にやって、うん、でなんとかその辻褄合わせるところまで、うん、でみんな来たらとりあえず一旦もうそこであのじゃあ間に合った、まあ、あとはもうこう書いていくぞ。でそこで解放されてから俺お前とふざけてたんだと思うよ、うん、いやそうだろう、ね、そうだ、ね、今思えばわかるよ。そう、そこまで来てるから、あとはその作業だから、うん、まあワイワイやりながら、いつ行ってもご機嫌な人だなしか印象ないもんね。だからそこだ、俺はだからもうウィーニングランだったんだよ。あ、そういうこと、ね、もできたし下書きもできたし、お前らに仕事も回してるから、うん、イエーみたいな感じで、そう、ただそのウェーってやってるとその体力が限界になるから、うん、まあ限界になると絵が荒れるから、うん、荒れてもいいようなものを後に回すと。
ああなるほどね。だからまずは顔、先にもう一番繊細なとこやって、キャラクターの顔を全ページ描くと、うん、その後重さに入れると、うん、そっからの処理は多少もう、うん、もう作業だよね、ふざけた状態になってても、うん、あの漫画は大丈夫、あそんなに、であとは直せるからね、うんうんうん、そういうことね、そういう感じでやってたな、うん、だそれで最終日にテニスやるっていうね、やってたね、あの草加でね、あそこね、もうちゃんと予約もしといて、ちゃんと予約取ってた、ね、ちゃんと予約取ってて、お前のラケットこれなとかでも用意されてたもんね、そうそう、お前のラケットお前のサーブはすごかった、あれね、バレーボールの俺ずっとやったから、お前のバレー一緒なんだよ、あれミートが、そうちょっと先に行っただけで、そう他はダメだけど、そうもうさ、あとはもうそれでいいからさ、もう普通の打てって歩きたての子供みたいなさ、あ漫画がばっかりじゃよてよじゅうちゅうしっていうさ、そんなやつばっかりのとこにさ、お前本格にバーッ、いかがだったでしょうか。話の中にもあったんですけど、僕ずっと姉ちゃんのね、あの漫画を描くそのスタジオで手伝った時期があったので、その辺の話もまあちょっと今日今してたんですけど、結局その子の話をすごい深掘りしていくっていうことで、山田玲司が漫画を描くっていうことについて、あの仕事としてこうずっとやってきたところっていうのですね、すごい深く関わってしまったので、めったにですねあんまり聞けないような話っていうんですかね、僕らならでは の, あの話がどんどん深掘りされていくっていうところがですね、この後ずっとあったんですよ、ね、楽しみでしょ。でこれをあの次の動画ではお送りしたいと思うので、ぜひ聞いてみてください。ホリエモン風にいってらっしゃい。指でかっ。